こんばんは。お疲れ様です。いっちゃん、キサッシさん、ハートさん、ラペチーノさん、ナリちゃん、ヤスベさん、タイタンさん、ネモさん、ギフトありがとう。めちゃレッスン終わり、終わり感がちょっと半端ないけど、ボサボサ、お疲れ様です。ケンちゃん、かわいい、ありがとう。なんかさ、暑すぎてさ、なんか肌が気持ち悪い。こんばんは。なんか気持ち悪い、暑い。おー、すごい、りょうさんめっちゃかわいい。かずのしんさんもありがとう。ゆふたさん、結婚してごめんなさい。ちょお、運命だな。ね、聞いて、さっきまでさ、あの新公演の練習してたんですよ。なんか聞いて、なんか私本当に全然、なんかもう1ヶ月なんかさ、もう全然ダンスしてなかったからさ、もう、あ、もうやばい、もう全然わからん、もうわからん、もうわからん、もう覚えられんと思ってたんですよね、さっき。でなんか花垂公園のさ、なんか海の色を知っているかあるじゃないですか。なんかすぐ覚えられたの、やったことないのに。え、やっぱすごいな。すごい、なんか謎にその曲だけなんか本当にめっちゃ秒で覚えられたんですよ。え、あれ、わ、やっぱ私 PR 舞台だなって思った。ゆうたくん、結婚してごめんなさい、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 ごめんなさい。シャルゴさん、綺麗、ありがとう。そ、え、なんか暗闇全然覚えられるのに。暗闇や、何回もやったことあるのに。そう、すごい。この、あ、この海を見て、なんだっけ、あの PR 舞台の曲、まだ買ってない、迷い中なんや。いっちゃん、結婚してごめんなさい。ゆうぞうま、キッチンさん、キラキラ、ありがとう。暗闇をもう、あ、そう、僕はこの海を眺めているっていう、あの PR 舞台の歌、私一回もやったことないんですよ。もしくは覚えたこともないのにすぐ覚えられたの。この暗闇とか覚えれんくせに、すごくない。すごくない。アルフォードさん、ポポさん、結婚してごめんなさい。ハッシーさんもごめんなさい。シーコさん、綺麗。ジョージさん、一番星、ありがとう。バスガイドリンク、楽しみ、衣装、まだ何も知らんけど。ジョージさん、花火、ありがとうね、いい曲。いや、さっき、あ、やっぱ私 PR 舞台のだけお世話覚えられたくないです。暗闇、そう、暗闇とか何回ももう入った瞬間からもうやってるのに、もう忘れた。覚えやすい、めっちゃ多分一番覚えるの遅い気がする。私、カズシーさん、尊い、ありがとう。あれ、神曲、そう。ここで聞く。何でも嬉しい。そう、今日誕生、あ、なんか見た、もめの変、おめでとう。自動メール返信の、おめでとう。何歳。かいちゃん、ハート。やすえさん、ハート、ありがとう。髪だいぶ、え、なんか短いね、なんか短い。あ、なんかでも年齢聞いたことあるな、話し会で。忘れちゃった、また聞くわ。あれ、あるっけ。豆の返信見てるよ、ちゃんと。自動の。私もうね、自分の誕生日メールになんて書いたかもう忘れちゃったもん。あ、もう暗闇やばい、覚えれない。なんで、なんか忘れちゃう。ええ、あれあれ。なんかさ、夜よーって、あれどっちだったっけみたいな。え、でもね、エゴサはね、まあ、ぼちぼちよ。うん。
ごさんはぶちぶち。ミセボイさんかわいい、ありがとう。メールの返信は見るけど、エゴサは最近ぶちぶち。ぶち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 。自分の誕生、え、コンコン。ひょたさんかわいい、ハッシーさん結婚してごめんなさい。ありがとう。プロポーズ、嘘、全然覚えてないや。全然覚えてないや。だってあれ書いたの結構前だもん。ぼっち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 。一番めっちゃエゴサしてた時に比べたらぼっちぼっち。メールの写真何を送ったっけ。自分の誕生日の写真を送った気がする。てかあのさ、PR 舞台のさ全国ツアーでなんか今グッズ考えてて、なんか普通にないような、なんか例えばアクリルスタンドとかタオルとか T シャツとか以外でなんか欲しいのってありますか。ちょっと考えてるの今。あら大好きやって。ハッシーさんハートありがとう。今前の、そう、この前の今聞く。え、一応なんか抱き枕一応あのアイデア案に出しといた、出しといたけど、ちょ一応いっぱい考えてた。あ、アクスタポーチ出した、出した出した。え、欲しいか、なんかそうアクスタ入れるさポーチなんかあったらいいかなと思って。え、出した案に何かある。ハチマキ、ハチマキ、ハチマキよくない、なんかアクスタポーチとかだったらさなんか女の子でも嬉しいかなと思って。採用されるかは知らん。マフラー、メンバー手編みマフラー、バカ高い、絶対5万円ぐらいする。え、ポーチいいじゃろ。あー、え、じゃろ、アクスタポーチいいかなってないから、うん、何がいいかな。抱き枕一応案に出して目覚まし時計、あー、ありあり、あ、ありね。え、なんかさせっかくだけさなんか PR 舞台っぽいやつがいいなと思ってて、でもな思い浮かばないよね。あ、ペンライト、あ、いいいいいい。え、何、紅茶バッグに、何何何それ何それ。なんじゃろう、ロゴ入りキャップ、あー、あの、あのロゴ、あの私が考えたやつ。え、ちょっとダサくない。え、ちょっとダサい。ちょっと普段使いしづらい。ナイトホール、あー、あり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 。え、ちょっとあれをかぶるのはちょっとさすがに、え、ちょっとあんまり。何じゃろ、あと何がいいんかな。レッスンお疲れ、リンお疲れ。騙し時計欲しいもんなん。うん、うん、あ、ぬいぐるみ、あ、いいかも、かわいい。やっぱあんまなんかないのがいいよね。 STU が今まで作ったから、なんじゃろ、なんじゃろ、うん、多分みんなが嬉しいのはなんか多分メンバーがなんか考えたとかデザインしたみたいな、絶対その推し、推し、ん？その、そのファンの人は絶対買うと思うんですよね。じゃやっぱり売り上げ出したいんで。じゃやっぱちょっと売れたいので、ちょっとやっぱ売れる方法どうやったら売れますか。売り上げを考え、ファン心をくすぐるようなグッズを、ちょ、数字大事。まあ手売りしたらそれ売れるよね。あ、手売りいいね。あ、いいね。あ、でもな、いいね、手売り。あ、私、あ、私、ちゃんとめっちゃ考えと。いや、ちょっとやっぱね、ちょっと、やっぱ売れた方が嬉しいから。はぁ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 。まださ、そう、ツアーの瀬戸りとか知らないからさ。あ、チェキあり。かわいい。禁断の手売り。コキンさんハートありがとう。そ
そうそう、自分が手売りしたらもう全部買って全部全部買ってみたい。あ、チェキ？チェキこれメモ、ちょメモっとこ。なんかさ、くじみたいなやつでいいかなって。もうやあったらいいね。ちょっとメモるわ。ちょっとキングレコードの方に言わないといけないから生写真ホ、生写真ホルダー。キャップ、あれだ、なんかチェキでさ、なんかさ、なんかさ、あーでもそれダメかな、通らんかな。なんかチェキでさ、いや通らんかな。めっちゃ考えとるキャップ多いね。ちょっとキャップ入れとくわ。え、キャッパーのロゴはしないよ、あれはダサいからなんかもっとかっこいいやつにするわ、作るとしたら。チェキーで、なんか公演終わった後になんか抽選で何人チェキ取れるみたいな、それがそれで、なんでも多分それは通らない気がするんですよね。で、まあメンバーが書くみたいな、それは多分通らない気がするから、まあまあまあ何目の写真の昼寝用の目も、そんなん誰も買わん一部の人しか買わん寝ぐるみいっぱいいっぱい考えとく。ネックピロー、キャップ人気じゃわ、キャップ人気じゃわ。え、そう考えたら、なんかやっぱ瀬戸内っぽいのも入れたいから入れたいから何がいいかな。アイマスク、リストバンドはなんかね、なんかあんまないやつがいいって言われてね、かぶったらダメなんですよね。アイマスク、あ、わかるわかる、それはめっちゃわかるんだけど、めっちゃさ可愛いペンライト欲しい。わかる、クリップ強さんがおー、すごい、メンバーディーのアニメを巡る、おー、ご身長、え、もうそれ大丈夫かな、売れるかな、売れる、え、ご、え、みんな、え、みんな結構神社巡りしとるんかなビニール傘いらんさすまた、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 私しか買わんかなスマホケースね、考えたんじゃけどさ、機種が難しくない？なんかいっぱいあるじゃん、 iPhone なんじゃらべらら、なんか Android、 Xperia、 ちょっとあれかなと思っていや、スマホケースいいよね、わかる。そうそうそう、スマホ、あー、あり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 社長の気分じゃん、今会議しとる。そう、サイズ問題あるよね。そうそうそう、リングライトいるいる、あ、待って、PR 舞台のさ名刺、あ、バリいいじゃん、 PR 舞台のメンバーの名刺のなんかさやつ、あ、めっちゃ名刺のなんか名刺のグッズペン、もうみんなの欲しいもん、ちょっとそうね、何名詞と、はあ、ははあ、20日って何なんだっけ推しビブス、はあ、ありないね、確かにビブスって可愛いのがいいな可愛いのいいね、はあ、リング、リング、え、指輪、
え、それで結婚させるつもり？油取りそれあんたが欲しいだけでしょ。あれ、あーりっすね、カレンダー。あれでもないけるかね。まあ一応タンブラー、タンブラーだ、タンブラー出した。日傘、メンバーと食事する、絶対通らん。絶対通らん。ステッカー、ステッカー、ステッカーありね、カレンダーありね。フォトブック、あ、フォトブックってなんかであるよね。あ、なんか なかったっけ。あれいつなんか発売なんだろう。あるよね、出るよね。あれは多分全国ツアーとか終わってから発売なんかね。いいね、かわいい、かわいいステッカーがいいね。ポーチ、小麦昆布自分で買って、自分で買って、ドリンク、ほー、やばい、めちゃ案がいっぱいある。ドリンクホルダー、セルジュさんかわいい、ありがとう。メンバーの入気、やだ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 。でも男の人受けするグッズと女の人受けするグッズも作りたいんよ、私的には。僕のた、おおめでとう、久しぶりじゃない、めっちゃ。おめでとう誕生日、長翔さん、めっちゃ久しぶりじゃん。オーディションの時何年ぶりぐらい、女の子受けするグッズは多分なんかさ、かわいいさ、なんじゃろ、なんじゃろな、なんじゃろ、女の子受けするやっぱ何、なんかさ、なんかさ、女の子のさ、なんかかわいいさ、キラキラのさ、生、なんかさ、生写真入れてるじゃないですか。でもあれとか採用される気がしないんですよね。男の子受けはなんで、なんじゃろ、いや、キャップとか、何か。男も人はキャップとか、そんな、あ、ミラー、ミラー、え、私さ、そう、サーヤンのさ、生誕祭の人がさ、なんかミラー作っててさ、可愛いからめっちゃ使ってんの。ミラーいいよね。あー、ありじゃな、そう、可愛いケースとか女の子受けが良さそうだなみたいな。ん、手持ち、あー、なるほどね。靴べらいる。靴べらいる。そうとね、なんじゃろう、ちょ、めっちゃかゆいんじゃけど。ちょっと、え、孫の手とかバリーラン。バリーラン、推し免許証、推し免許証、何それ、楽しそう。日焼け止め、日焼け止め、日焼け止め。市販のでよくない。名刺、推し、推し、これ、これ T シャツや、これ、これ武藤トムさんの生誕ティーもらったから来て、早速来た。これで私今日無双してました。お守り、何のお守り、そう、もうこんなもんじゃない。だいぶ案いっぱいある。え、でも生写真ホルダーとかいいと思うんですよね。ちょっと書いとこう、生写真、え、これは
ファンの人にもらったどんなルートでにもらった自分武藤あれよ武藤さんの T シャツあのあれよあの武藤圭司さんの方ももらったどっちももらった推し免許証え、ちょ気になる良さそう確かに武藤さんどっちも武藤さん推し免許証推し免許良さそうほうほうほうやっぱなんかキャンドルでデザインした方が売れそうハッシーさん結婚してごめんなさい推しの色しか出ないペンライト、それもう本当の楽しいしか買えん うん、ごめんなんか千穂さんのやあのやあれみたいなシャイニングビザちょっと意味が分かりなんで分からないですねタンさんハートカヌシーさんかわいいありがとうって感じかねあみんな買ってねみんな買ってねみんなえこれが売れたらちょっと私今後チャシティのグッズ担当とかなっちゃうかもしれないじゃみんな買ってね買ってねえそれはえちょどれか通るじゃろさすがに結構あん結構出してるから買ってね気まそうえ手売りしたいあ生誕ティー今日出したわあもう絶対間に合わんね結構ね生誕ティーねもうね誰が買うみたいなもうもう誰が買うみたいなもう感じになってしまったあはわしの生誕ティーもうな何これみたいなえ何何え何みたいなもうなんかえもうこんなんもう誰が買うみたいなえもうなんかしなんかなんか白と黒のなんかもうなんかちょっとよくわかんない普段着れますか、まあ、部屋着として着てください白と黒えもうなんかねちょっとよくわかんないなんかもうよくわかんないなんかうんいや外でまあでも今あのなんか日本語がわからん外国の方が着てる T シャツみたいな感覚では着れるかもしれんけどはい会社では着れんジョージさんキラキラ10個ありがとう白地になんか黒でやったけどまあ誰が買うんかなみたいなもうよっぽどなんかもうよっぽどなんかコアな人じゃないと買わんだろうなみたいなあセブンまあメンタルによるよねえなんかえもうなんか怖すぎてもう意味わからないみたいなえなんかこ怖いみたいなえなんかもう普通にえ何これえ何みたいななんかえ何なんこれみたいなあ買う本当に歩けるまあ私なら歩けん私なら歩けん富士ぐらいなら行けますかまあ本当によりはまあ楽しみに待っててくださいいつできるか知らないけどえだってなんかいいの思い浮かばんかったからさえなんかえ何あれなんかそれきっと本通り歩いたらなんかえなえ何え何あの人え何あれあ何あれあ何あの T シャツえちょっとえ怖いえ怖いみたいな感じになりそう石井さんキラキラありがとう私なら歩けんえ違うよなんかだっていいの思い浮かばんかったんよねいやえ知らん知らんもう頑張ってもう頑張って富士まあ部屋着にして
あの部屋着にしてください。部屋着にしてください。さあまあ楽しくあったろ。え、もう上に来たらいい。これからの時期やな。上に来たらいいぞ。え、なんかね、リネちゃんの生誕なんか違う種類が、え、なんかえ、もうじゅ、なんかリネちゃんのはなんかお子は可愛いなみたいな感じだったじゃないですか。なんかキャリーパムパムみたいなさんみたいな、なんかリンコのはえ怖えキモみたいな、なんかえ怖え何ええ やばいえキモみたいな感じになってしまった。なんか普通にママに惹かれたし。え、なんかシンプルに怖い。なんかえ、そう、なんか本当に不審者じゃないのみたいな感じになっちゃったから、もう最悪。まあいっか。エグロではない。え、内臓じゃない。なんかえ、何え、怖い。なんか怖いみたいな。え、なんかすごい、え、なんか怖い。え、なんか勧誘されそうみたいな。え、私勧誘されるみたいな。やばい、この人に勧誘されるかも。やばいやばいやばい、逃げなきゃみたいな感じの仕上がりになりました。ポポさん、タコありがとうございます。いや、分からん、今日出したけん、もしかしたら NG 出るかも。いや、もちろん私は着るけど、もう部屋着専用、それかもうレッスンに着ていく程度。そう。え、結構やばくなっちゃった。まあいっか、そのまま。えっ、ー、分からん。え、そうちょっとやばめの。まあいっか、いいや。はい、じゃあタワーのお礼しますね。いや、これ NG や。でもそんな別になんかグロいとかじゃないんじゃけど、なんか母みたいな感じになっちゃった。キハさん、かわいい、ありがとう。あ、わしは毎日着る。わしは毎日着る。私昨日誰を呼び出ししたっけ。あ、でもシュール系で近いかもしれない。誰や、誰呼び出しした。いた、いっぱい書いた。何枚か、え、もらうもん。メンバー特権使ってただでもらう。あ、君か、読もう。あ、読んだ、ちょっと待って。じゃあ、ナンさん読みます。ウェンマーさん、結婚してごめんなさい。ゆうきにゃん、ハート、ありがとう。読みます。ナンさん。もらえません、買ってください。ナンさん、アットマーク、リンコ愛だけは誰にも譲れない。え、おうち公園の T シャツ、ありがとう。タワー、ありがとう。そんな喜んでくれて嬉しい。あ、ちゃんとタオルもママにあげたよ。ちなみに、リンコは朝の洗顔の時に使っとる。素材がいいので、間違えていいので、タオルと同じで、ナンさんにも楽しになって、いい素材になってもらわねば。はい、リンコより。そういや、最近は仕事落ち着いた？です。一言メッセージ。リンコの生誕で誰よりも目立つぞ。来るか知らんけど、ありがとう。え、仕事休んで。ガムクラさん、花火ありがとう。休んで。休め。夜だけ休んじゃえ。素材？あ、これ字違う？まあ、いっか。夜だけ有給取っちゃい。OK じゃないよ。知らんぞ、クビになっても。クビになっても私のせいにせんでね。有給取っちゃえ。こういう時の有給でしょ。ありがとう。退職はしたらいかんよ。
有給有給、有給っていいよね。有給ってだって有給って休んでも給料出るんだろ。最高じゃん最高じゃん。私夜なんですよね、生誕祭日曜日の。せめて土曜日だったら。でも土曜日はお話し会がある。熊之助さんかわいい、ありがとう。じゃあ次ルシエルさん読みます。ルシエルアットマーク吉崎凛子ちゃんって子が好きなんですよね。え、凛子が一番大好き、愛してるタワー、ありがとう。タワーの名前は勝手につけた。セイはお洋服のプレゼント受け取ったよ、ありがとう。清楚でルシエルっぽくて可愛かった。リンコがおらん間寂しくなかったかい。あ、まあ浮気しまくるだからその心配いらんかな。リンコより2022年の8月18日ルシエルって赤と黒好きよね、ですってことメッセージ。まあでもリンコの大切さには気づいた、ありがとう。翌日休む、さすがいいんかは知らんけどありがとう。まあ浮気してたからね、浮気してたからどうせ寂しくなかったよねありがとう。制服で、うん、制服で来て。私男の人の仕事着、仕事着マニアなんですよね。だから、うん、制服で来てありがとうえ、スーツ、え、歓迎よ。私男の人の仕事着マニアなんですよねやばい、なんかみんなが仕事着で来ちゃうスーツとか作業着とかで。おお、行ったこと、本当、え、見たかったねえ、スーツでさしんどいね、新幹線4時間とか乗るのしんど仕事バレるんだ、え、気になるえ、よくない仕事着。え、だってさ、なんか普段さ、よくない？え、ちょっと妄想が膨らむんですよね、仕事着って仕事着ってさ妄想が膨らむんですよ。だって私なんか STU 入ったばかりの時になんかスーツを着た人がね、いつも私のうちは持ってて公園来てくれてたんですよ、イベントとか。でもその人全然もう誰もか分かんないんですよ、なんかいつの間にか来なくなる。それ覚えてるんですよ、それぐらいなんか印象に残るえ、作業着、え、いいよ、え、よくない、仕事着。え、好き、仕事着、作業着とかスーツとかなんか制服とか、え、もうどっちもいい。え、なんかもう萌え萌えなんかあ、仕事頑張ってるんだなみたいな、偉いなと思うんですよ、わかる。え、あ、この人も仕事つらいんだろうな、私も頑張ろうみたいなこの人も今日も仕事頑張って来たんだな、じゃあ私も頑張るかなみたいななるのあ、社名、あ、革新祭そうあ、この人も今日もう頑張ったんだなみたいなやだ、福井の人ニートじゃん、ニート、嘘つくなや。この前仕事の話しとったやろがいえ、つらい、頑張ろうや、うん、ニットのベスト、そうなんあー、でもなんか作業着とか確かに持ち出し禁止が多そう。えー、でも全部好き、選べない。スーツもね、好きだし、制服みたいなやつも好きなんですよね。そう、仕事着いい
一番好きなの。選べない。つなぎいい、いい、スーツいい、いいね。スイングスクール、やだ、変態変態ってなっちゃう。ちゃんと服着て。あ、でもなんか私一回話し会でさ、お医者さん来たことあるわ。最近こんなあの人一回来たことある気がする、結構前に。最近こんなあの人そういえばいや白衣じゃなかったけど、なんか「あ、医者なんだよね」みたいな言ってた人がいた、いた。最近こんなあの人最近こんな、普通になんか、なんか実は医者なんだよねみたいに言ってた。そう、こんなんは最近最近全然こんなん、元気しとるかな、全然こんなんうん、特攻服いない気がする探しんかね。あー、なんか思い出した忙しそうだね今、お医者さんとかさ。人生で返信何時に終わろう。もう眠くなってきた。パイロットさん来てないですね。特攻服の人見ないですね。いない。政治家さんいないですね20日浴衣だよ。あ、20日ってリアル話し会か。あ、ねえ見てー、あ、ちょ、でも足だから見てー、見てー、ネイルした、かわいいちょっと足なんじゃけどネイル塗った、かわいいかわいい。え、珍しいじゃろ。なんかちょっと昨日寝れんくてさ、あ、もう寝れんと思って、もう暇だからネイル塗った。え、かわいい見て、キラ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 つけたキラキラつけたの。え、これ私の足をかなやほんと。え、かわいいなんかもう取れそうなんだけど、悲しい。すぐ取れる、塗っても。え、柔らかい、やったなんかキラキラ塗ってみたのよえ、かわいいそうそうそう、足だったら隠れるけん仕事あってもできるなと思って足のサイズ、足は 23.5 だよ。なんか、まあ、にネイルはなんかお話し会とサイン会はいいんですよ、確か。で、なんか公演とかはダメだった気がするから、だからアットジャムまでに撮れば OK。 あ、多分そこまでに落ちてるこれこれリンコの足いや、リアル話し会これでいくわ。なんかね、公演とかメディア仕事とか、なんかお話、なんかお話し会とショールームとサイン会は確かいいんよ。以外はダメだった気がする。そう、ルールがあるんよ、ルールが。アットジャムはね、話じゃない足の、ダメだと思う。知らない靴のサイズ 23.5。えいよ、別にこうやって見せてあげる、リアル話し会で持ちこいね、寝れするわけないじゃんHKT さんとかさ、
すごいネイル可愛かったんですよ。ちょっと羨ましくなっちゃった。すごい、この前結構前に HKT さんのコンサートに、そうそう、出させていただいた時に、めっちゃなんかみんな髪の毛の色も可愛くてネイルも可愛くて、いいな、いいなってなった。いいな、私地毛だし、爪スズメだしみたいな、スズメってなんだ、なんか巣の爪だしみたいな、いいなーってなった。ちょっと申し訳、いいなーって、かわいいなーってなった。私何色に、髪、いや、私髪の毛な、別にな、あんま髪の毛は別に染めたくないんですよね。え、でも染めるとしたら、なんじゃろう、染めるとしたらもうなんか、なんじゃろう、なんか何染め。何がいいかな、レインボーとか。でもな、なんかさ、鼻ピンやだやだ、痛い痛い。なんか虹みたいな。なんかそれか黒髪でいいや、もう。だってさ、一回染めたらなんか病院か行かねえけんじゃん、バリだるくない、なんかバリだるいな、なんかそう、髪染めんかったら別に病院そんなにいかんでもなんとかなるもん。なんか、ね、ユニコーンみたいな。ダメか。あ、本当？事務所行かなきゃ。なんかユニコーンみたいな、それかもう地毛でいいや。もう誰病院行くの。そう、痛むじゃん。そう。平成何年、私は平成14年生まれ。髪の毛痛む、この私のサラサラの髪の毛が痛んじゃう。そうそう、なんかママが染め直すの大義って言ってたから、別に地毛でもいいかみたいな。なんかそう、一回さ、黒染めしたんですよ。黒染めしたんよね、 SD 入ったばっかりの時。地毛が茶色いから、もう髪の毛キシキシになった、もうやだ。そう、大義。でも憧れるの、茶色とか可愛いけどだるい。今してない、これ地毛です。いいな、いいじゃん。そう、ハンター、地毛。でもなんかショールームで見るより多分茶色い、私。で、高校の時さ、なんか高校の時ね、なんか1週間に1回さ、なんか検査あったんですよ。もうなんかさ、毎週さ、私地毛登録しとんのにさ、もうおじいちゃん先生がさ、あ、茶色いなってもう言われるの。そう、1週間に1回あって、地毛登録してて、もうそれ、もう毎週地毛です、地毛登録してますって言ったのに、おじいちゃん先生がなんか、染めとんなみたいな、なんか茶色いなみたいな、なんか言われてた、懐かしい。そう。頭髪検査あったんよ、懐かしい。めっちゃ懐かしい。ヤンキーじゃないよ。そう、あるんよ、地毛登録あったからしたんよ。毎週言っとんのに、髪茶色いなみたいな、あーみたいな、なんか夏に毎週怒られちゃった。いいなー、ゆるゆる。なんか私の中学も高校も小学校も全部厳しかった。そう、あー、だるいね、してそれは。細くないのいいな、いいなって。そうよ、携帯持ち込み禁止だったし、スカート膝下だったし、化粧禁止だったし、なんでなんだっけ、なんかね、なんかもうほぼほぼダメだった。そう、ブラック校則じゃん。制服ダサかったよ、可愛くない、全然可愛くない、
ダサダサ制服服装検、うん、服装検査と頭髪検査が一緒にあった、ね、厳しいよね。まあ私は破ってたんですけどねまあ私は余裕で携帯持ち込みしていたんですけどねまあ余裕で携帯をいじいじしてたんですけどね。なんて無理だもん携帯はいる余裕で休憩時間携帯いじっとった携帯はね許してほしいわ授業中は寝てた、なんか授業中は寝てた。そりゃ破るじゃろ。そりゃ破るって、だって携帯はいるんだもんそう、そりゃね。あとお菓子も持ち込みしとった。お菓子もダメだったんよ、ありえんじゃろ。バリありえんわ。余裕でハイチュウ持ち込みしとった今破る、何今破ってないよそうお菓子も食べないんだった。ハイチュウめっちゃ授業中食べよった、こっそり懐かしい。マスクのさ下でさもう見えんからってこうやってこうやってハイチュウこうやって食べよった。でもなんか私のイメージだったら私立の方が効率いるイメージがある。違うんかな。なんか広島の高校全体厳しいイメージある。私的に広島の高校で緩い高校ってあんまない気がするイメージ。そう、匂いでなんかこう授業中にラーメン、そう、それはやばい。制服、制服捨てた、制服捨てたし、卒アルもなんかどっか行ったんよね。どっか行った。ハイチュウ、ハイチュウ酸っぱいレモンのやつが最近推しなんよね。やっぱ夏は酸っぱいもんよね。水泳、あ、水泳の授業、あ、サボってたわ、サボってたっていうかまあサボってたか売ってない、もう捨てた。なんか制服って変な染みつくから、なんか変な染みって、なんか白い染みつかん制服って、なんかブレザーみたいな、なんか黒い生地のやつだったらさ、なんか変な染みつかん、なんか、いやもう捨てた。セーラー服いいな。え、なんか牛乳みたいな染みつかん、なんかええな、え違う、なんか気づいたら、なんか黒の生地ってなんか変な染みつくじゃん、なんかつくからさ、なんかじゃけんさ、もう捨てた。そうカビじゃない、カビじゃん、なんかえ、使うなんか逆に白い布とかだったら、なんか逆にさ、なんか気づいたら黄色いシミとか使う、え使う、私だけ、え使う、えつくじゃろ、よだれかね。え、誰、え、でもここら辺になんかなっとったよね、汗かな。まあでも汗の可能性はあるいや、え、なんだな、なんか汗じみかな。え、汚い自分自分汚い、何、え、何、え、変な話してるかな私え、な、分からん、もう純粋じゃっけん、何え、どういうこと、まあいいやユースさん、あとありがとうえ、給食がでも牛乳な気がするよね、普通に。じゃっけん、なんか普通にもうなんか置いておくのもあれだったから、もう知ってた。え、やだな、もうやだな、もうやだな、本当に
給食なかった、学食があったけど。くまのすけさんハートありがとう。とうとうと、もう疲れた、ほんとショールーム疲れる。ほんとショールーム疲れる。うん、終わるか。はい、まあアイディア出ただけでいいでしょう。痩せてないよ。今日なんかじゃがいも2個食べた。ちょっと疲れた。グッズ買ってね、許さんよ。許さんよ。許さんよ。買ってね、絶対。あとセンターさん来てね、できたら。クビにならん程度に休んできてね。はい、買ってな。疲れさせた、お詫びとして買ってな、グッズ。あとセンターさん来てな。値段設定はちょっと私はできんよ、それはちょっとあの名さん、私は言うだけ。やったー、土日なら、え、あ、何が、え、日曜よ、生誕祭、まあ、夜じゃけど来てな、来いや。いや、当たるだろう、当たるでしょ、普通に考えたら当たるだろう。え、むしろもう埋まらんと、埋まらん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 かもしれん。だって大きいもん、ブルーライブなんだもん。結構ブルーライブってさ、後ろの方が結構もうなんかすごい見えない、頑張って目を凝らさないと見えないレベルに結構広かった覚えがある。マーブラさんハートありがとう。え、来て、やったやったやった、来て。来てよ、来てよと、頑張って来て。頑張ってきて。分からんの、今年の記憶ね、結構広かった気がする。広島のなんか公演をよくする会場の中では一番広かった気がする。うん、ね、5時半開演とか5時開演がいいな。まあいいや、やみます。タワーの呼び出ししますね。ちなみに今買い取るのがマルアさんと和人さんと角さんと健太さんと東野さんなので、あ、いない人は早く来てくるように誰か言ってください。そこじゃったらさ、ワンちゃん日帰りできるかもしれん。言っといてください。はい、じゃあ次の呼び出ししますね。お、えらい、次の呼び出しするね。もうどれだろう、わからん。あ、これかな、あ、これ、あ、違うわ、どれだ、あれ、あ、これだ。次はくもはさんとたくのぎさんとゆうぞうたむさんが来てください。来てください。あと、え、な、な、何人いるかな。これ何人いるかな、あと、これあと100人ぐらいあるんじゃないかな。100人はないか、いや、ありそう、え、分からん、50人ぐらいかな。呼び出し守もう、はい、って感じです。サンライズ、え、何それ、聞いたことある、読んだ、終わらんなこれ。あ、そうよ、あの人よ。じゃあ、え、100人もないか。そんな100本ぐらい、何人もう分からん、そんなないか、もう何人ぐらいかな、もう分からん。まあでも今めっちゃ頑張って書いてるから、もう多分、え、でも今ね、おうち公園らへんのタワーだから、なんだろうこれ、いつのかな、いつのかな、これ4月ぐらい、4月5月ぐらいのタワーの俺を今してる。へへへ。
まあいいんです、書くから。そうよ、え、今もう頑張って、もう1日に5人ぐらい頑張って書きよるけん、ちょっと 見守っとってはい、まあ、楽しみが増えたってことで、じゃあ終わりまーす。あ、段次見ます。13位シロケンさん、ありがとう。12位ドンさん、せいせい。11位ハッシーリンコ、生姜よし、珍しい、ありがとう。10位 ABC ハウスさん、ありがとう。9位カイちゃん、ありがとう。8位ジノラゴ、アットマークリンコ、チャルザ、おやす、おーチャルザーありがとう。7位安部さん、ありがとう。6位よしひこさん、ありがとう。5位ゆうたくん、ありがとう。4位かずのしんさん、ありがとう。3位ジョージさん、リンコ狙って、うるさうるせえ、ありがとう2位ポポさん、ありがとう。そして1位はウエマンさんです、おめでとう。じゃあ終わります、寝ます、バイバイおやすみなさい。グッズ案出しますね。ありがとうございました。おやすみなさい。